クローバーネット TV サイクロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、4月27日第8回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はクローバーメディア意識スタジオからお届けしています。それでは早速、この番組のメインでいらっしゃいます武田邦彦先生をご紹介いたします。先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、はい、まず最初に、前回の放送で先生が急遽新刊のプレゼントということで、呼びかけをしたところ、はい、もうとても多くの方からご応募いただきまして、抽選で5名の方に、プレゼントということで決まりました、はい、で今日早速なんですが、はい、先生にこのサインをいただいたので、そうですね、はい、ちょっとちらっとね、皆さんにお見せいたします、はい、このサイン入りの先生の本を発想を持って発表に変えさせていただきますということで、ありがとうございます。あの、選定は名前の良さとかでやったんですか？いや、厳正なる、ご抽選。厳正なる。なるほど、はい、いや、これね、産経新聞編、あの編集部の出版部の、ね、方が見てくれて、はい、それで、いやいや、あの、僕は自分のところにある本を5冊持ってくるつもりだったんですけど、本当のこと言えば今日、自宅に5冊来たんですよ、はい、だからこれ荷刷りもう、あの、重版になってるんで、荷刷りのものを持ってきました。今日本当に、あの、今本当に書いたばかりのっていうね、ほやほやの本が皆さんのところに行きますので、はい、もうしばらくお時間ください、はい、そしてもう一つお知らせがございます、はい、なんとですね、番組を応援する会というのを作ります。なるほど、はい、皆様のご支援でこの番組が末永く続くためっていうこともそうなんですけども、まあ、フェイクニュースを流すようなね、放送局とか番組を支えるよりは本当の話が聞ける番組を支える方が、まあ、いいんじゃないかという例を作るためでもあります、うん、なるほど。で、これがまた新しいメディアの形ということで、まあ、大げさかもしれませんけども、まあ、新たな歴史の1ページになれればということで、こういった会員様を、皆さんから募集すると、はあ、で、まあ、会員特権というのが気になるところだと思うんですけども、なるほど、例えば、公開収録ですとか、なるほど、ミニ講演会付きの食事会ですとか、なるほど、武田先生をもっとこう身近に感じていただける、私ばかり、あの、独り占めしてしまって申し訳ないので、皆さんにということでの企画を考えたいと思ってるんですね、ですので、まあ、ファンの方はより一層身近に、うん、生の声を先生に、本当に先生が編集なしでこういうこと言ってるっていうのを感じていただければなと思うんですけども、で、番組では先ほども言いました通り、入会ご希望の方を募集するんですけども、入会時に会費はありますが、年会費というものはありません、はい、番組が続く限り有効というふうになります、はあ、で、企画などを行う際には会員の皆様にご連絡をするんですけども、まあ、応募者多数の場合は抽選になることがございますので、うん、その点はまあご了承いただくということですね、うん、で、入会ご希望の方はクローバーメディアの番組メールフォームからお知らせいただくことになるんですが、まあ、お名前、年齢、ご住所、ご連絡先などを合わせて記入、入力していただくということになります。で、またこちらは個人情報に該当いたしますので、こちらを適切に管理したいというふうに考えております。で、なんと公式ホームページの方にですね、すでにこの募集要項を掲載しておりますので、こちら合わせてご確認の上、ぜひ会員になりたいという方は、応募していただきたい。なんか名古屋ではね、割と多くて、はい、まあ、例えばイタリアンレストランみたいなところで、はい、30人とかいて、僕がちょっと15分ぐらいとか30分ぐらいとか話して、それでみんなで食事を楽しむとか、うん、そういうのは結構名古屋ありますね。あ、そうですか。割合盛んです。でも名古屋に続く、はあ、まあ、この辺近というか、どこか、どこの会場かはまだ、ね、決めておりませんけども、はあ、ど、あの、先生と、ね、一緒に写真を撮っていただいたりとか、はあ、そんなこともあるかもしれませんので、はい、ぜひ、あの、皆さん、応募してみてください、はい、ということで、お知らせが2つ続きまして、早速今日は本題に、はい、今日も、あの、盛りだくさんということで、はい、いきたいと思います。まずはこちらから、ホットな話、時事問題国際編になります。はい、今日はですね、このシリア続報、前回シリアの話もしましたけども、米英仏による巡航ミサイル攻撃、そして北朝鮮が核弾道ミサイル実験中止の表明、そして台湾東方での中国空軍による演習という、とても全てが気になるお話ということで、まずは一つずついきたいと思います。シリアの続報ということで概要からお伝えいたします。
アメリカ、イギリス、フランスは14日の夜、シリアの化学兵器使用に対する報復として研究施設などに向けて合計100発を超える巡航ミサイル攻撃を実施したということです。アメリカはこれを限定的攻撃としていますが、ロシアの最新鋭対空ミサイルがどれだけ巡航ミサイルを防げたのかということにも注目が集まっていますというニュースです。そうですね、まあ、これは、東グータ地区というところに反政府がいてですね、はい、ダマスカスのすぐ横なんですけどね、はい、もうほとんど反政府勢力はですね、ロシアの爆撃にとかトルコの圧力によってですね、もう壊滅状態にあるんで、はい、まあ、ここで、政府軍が東グータ地区に対して化学兵器を使うってことはもうありえないので、まあ、これは多分フェイクニュースで、なんでそういうフェイクをしたかっていうと、まあ僕の感じはトランプ大統領とですね、アメリカの軍需産業の戦いが最終局面になってて、はい、それでまあトランプ大統領がほぼ8割ぐらい勝利を収めたと。そこで最後にシリアに対して巡航ミサイル攻撃をして、そしてシリアからアメリカが引くと、そういうサインでないかと理解しております。まあ、なかなかそういった化学兵器が実際使われるかどうかというものを調査にする行く方が行ったとか行かないとかというところで、なんとなくモヤモヤとまだ私の中では聞こえてはきていないんですが。そうですね、まあ、調査もロシアの方は一応調査にやってるんですが、はい、ロシアの方の調査はもちろん全然使った形跡ないよ、病院には子供一人も入ってないよとか言ってますし、はい、アメリカの方が今度調査団派遣しても、はい、全部政治的なものですから、だから全然中立的な状況が入ってくるわけじゃないので、うん、意味がありませんね。そうね、こういった非常に高度な国際情勢の陰謀の中にあるやつは、はい、事実を確認するってことはもうできないわけです。まあ、30年ぐらい経てば、あの時はこうだったっていう話が出てくるのを待たなきゃいけないと。まあ、そんな感じですね。一番すごいのは、それの一番すごいのはケネディ大統領の暗殺ですよ。はい、あれは未だにトランプになってケネディ大統領の暗殺の、あれをレポートは公開するんだけど、やっぱりやめてますしね、はい、だからやっぱり、国際的にものすごく大きな事件っていうのは、簡単に事実が出るっていうもんじゃないと。だから外形的な論理的に外形的に判断するっていうことが、まあ、いい判断になると思いますけどね。そうなんですね、うん、はい、こことまたこのシリアの方、まあ、情勢といいますか、はい、この辺はちょっと見ていきたいなというところではありますね。では続きまして、北朝鮮2番目、はい、北朝鮮核弾道ミサイル実験中止を発表ということで、この概要をまずお伝えいたします。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、20日核実験と弾道ミサイル実験の中止と核実験場の廃棄を表明しました。今後は経済建設に力を注ぐとのことです、はい、ということです。僕の見方はですね、これ一つは中国と韓国とアメリカとの関係で、はい、まあ金委員長がこういう道を選んだわけですけど、はい、選んだ一番大きな理由だと私が思ってるのはね、はい、この前の去年の9月の核実験で、本来は多分ね30メガキロトンぐらいの核爆弾の実験をするつもりだったんですよ、はい、ところが地震波から見ると、まあ、70から100メガキロトンとい もう膨大な、ね、エネルギーの爆弾になってしまった、はい、で防衛省が最初に発表した時にやっぱり 2,30 キロトンぐらいの広島の2倍ぐらいっていうのは発表があったんです。最初でちょうどその時地震波がね、はい、国際的なニュースで流れてきたので、うん、僕見た大もつまり、まあ、物理は物理ですけど僕地震の専門家じゃないんだけど、それでもすぐ計算できるんですよ、エネルギーがどのくらいかっていうのはね、地震波からで計算してみたら、いやおかしいな、100キロトン級だなと、うんうん、それでしたら防衛省が後で訂正しました。これは多分ね、防衛省の最初の発表は地震波の大きさから計算したんじゃなくて、多分情報で入ってたんでしょうね、どのくらいの実験するっていうのが。それでそれをそのまま言ったわけですよ。それで北朝鮮はそういうことで実験をやったと思うんですよ。したら全部崩れちゃったと思うんです、実験場はですね、はい、実験場が崩れたのは、まあ、衛星写真で確認されてるわけですよ、はい、崩れ方から言うとね、実験場全体がもう壊れちゃって、うん、第4坑道というところでやってったと思うんですけど、実験道ですけど、そこは地下は全部崩れたと思いますね、うん、それから第5を掘ってたんだけど、これが次の大きな核弾爆発するやつ、それも崩れたと思います、範囲から言うとね、はい、だからもう実際上
技術者も相当なくなったり、実験場ももう全然再開できなくなって、もしかしたら使用する原料のプルトニウムも埋まったかもしれない。だから北朝鮮としてはもう核実験当面できないという状態ではないかと私は思います。私はまあ、こういう解説はどこもしてないですけどね、はい、僕はそれによって、キム委員長もね考えて、はい、いやこれダメだと、ダメなら一番うまい方法を取ろうっていうんで、オリンピックを迎えた後にね、もちろん今の事件起こったのはオリンピックずっと前ですからね、去年ですから、はい、それで決断したんだろうと思って、僕はあっぱれだなと思いましたね、非常に判断としては、みんなキム委員長のこと悪口言ってますけど、はい、あら頭も切れるし度胸もあるし、まあ、国際政治学者なんてそういうふうに言ってる人多いですけどね、はい、まあリーダーとしては失職のリーダーじゃないかと思いますね。まあ、今後もこの北朝鮮の動向というのは気になるところですし、まあ、日本との関係というところも今後また気になるところ、はい、そうですね。だけどまあ日本としてはね、はい、北朝鮮と韓国が今度38度線超えて話しますしね、はい、そうですね、まあ、旧日本が占領したところですから、はい、まあ、そこが再び統一してですね、まあ、朝鮮の人が一つの祖国で幸福に暮らすっていう方向はやっぱり日本も応援していかなきゃないと思ってますね、うん、はい、では続いて次の話に参ります、はい、台湾東方で中国軍が演習というお話、はい、まずは概要からお伝えいたします。18日、中国空軍は台湾東方を飛行する軍事演習を行ったと発表しました。台湾の独立分裂の動きは平和安定の最大の脅威であるとして、蔡英文総統を牽制する目的があるとされています。一方、台湾国防部は我々には台湾を守る能力があると表明していますということです。これは面白いニュースなんですね、はい、3つの面があるんですよ、はい、1つは台湾というのはですね、防衛線が全部山のあれ、台湾って真ん中に山があるんですよね、はい、山脈が、はい、それの西側にあるんです。中国が、うん、西側にあるからそこから攻撃してくるのを待つ。で、昔は中国が海軍なかったんで、うん、太平洋の方はもうアメリカがいるだけだからつってあんまり守ってないんですよ。特に南ですね、東南部っていうのはね、ほとんどもう軍事基地ゼロで、今度はそこでやったんですよね、演習を。だからまあ見えすぎてて、はい、お前のとこそこないからって言ってこっから行くぞという演習をしたってことですね、空母でね、はい、空母を使って。だけどパトリオットを配備したと思うんですよね、もう知ったかどうか微妙なところなんですけど、時期としては、はい、ですから、この頃はもう配備っつっても大砲とかね、兵隊を置くよりかはパトリオット置いといて、パトリオットだったらまだダメなんだけど、空母を攻撃する地対海のね、ミサイルをあそこら辺にいっぱい置けばもう空母なんか来れませんからね。それが一つ。もう一つの要因はですね、アメリカの今度は大統領補佐官になった人はね、はい、ボンベオって有名な人なんですけど、はい、その人はもともと超保守派なんですよ、うん、一般的にはネオコンって言われるけど普通のネオコンと違うんですね、全然違って、はい、ネオコンとは大体民主党から願った右翼の人たちなんですけど、彼はまあ生粋の保守で、うん、ですからもう台湾中心なんですよ。ブルーチームとかいうね、台湾の支持のチームがアメリカであるんだけど、はい、それの一員だと思います、まあ、間違いなくそうですね、うん、でだからもうそれがなったっていうことでそれ牽制してるんです、中国は、うん、ええ、それからもう一つはですね、はい、日本のマスコミ見てると間違っちゃうのはね、アメリカの演習については日本のマスコミはよく言うんですよ、はい、演習して北朝鮮を抑えるとか、うん、中国の演習は悪く言うんですよ。もう日本のマスコミはずっとそうなんです。それで僕らその影響を受けちゃって洗脳されちゃってね、それでアメリカの演習、今韓国とアメリカやってますよ、はい、演習を、はい、それで今度大統領同士の会見の時だけ休むんです、その日だけ。それ何も文句がないんですよ。ところが中国が演習するといつもね悪く言うんですよ。でこれはまあこれでいいかもしれないけど、僕らの頭がそれによってね洗脳されちゃうんですよ。だからキム委員長、北朝鮮のキム委員長もね、もうみんな肉々しげに言いますよ。あれキム委員長と会ったことないんですよ、誰も日本人。それなのになんで肉資源で言うかったら、日本のマスコミがなんか借り上げだとか言ってね、言うからだん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 印象悪くなって判断間違いますね。でその、拉致問題があるからね、はい、拉致問題っていうのはまあ今のキム委員長がやったわけじゃないんだけど、
まあそういうことで、印象操作が大きいですね。ただねこれね今まあ極めて最近国際ニュースが大きな国際ニュースね、はい、シリアも第三次世界大戦になるんじゃないかと言われたわけですよ、はい、北朝鮮もちろんそうだ、はい、中国の膨張主義もすごく大変でしょ、はいはい、ところがこれはね全部ねトランプさんのトランプ大統領の平和路線なんですよ、うん、平和路線が原因してこうなってる。でシリアはもう引くと言ってるわけですね。で引くことに対してアメリカ軍がシリアから引くことに対してアメリカの軍事産業ものすごい抵抗してるわけですよ、うん、あそこら辺でずっと武器撃ってきたから。でそれに対する一つの問題として出てきてる。それから北朝鮮もね昔だったらねあそこまで話し合いしませんよ、うん、ブッシュあたりだったら、はい、もう乱暴にね行けってなるんだけど、あトランプ大統領ってのは面白くてねあれ脅すけども話し合いもするっていうね。だから北朝鮮側も折れると、うん、それからこの中国はね、台湾は中国の領土だと言ってるんですよ。それで日本は日本のマスコミは主体性がないから台湾は中国の領土だとか言ってるけど本当に中国じゃないのはねチベットとウイグルと内モンゴルと満州なんですよ。これは本当に独立した国なんですよ。で台湾っていうのはまあ歴史的に絶対に所属を言えてたら日本なんです。日本の領土なんです。ただ国民党が大陸から逃げてきて実質にもうそこに住んでるの で日本も撤退してるからまあ実質に住んでる人っつったらまあ台湾なんですよ。ですから中国が言ってるから中国政府が台湾は中国領だと言ってるから無批判に中国ということに対してはトランプ大統領一派は違うっつってる。もう最初から違うっつってる。そうするともうね台湾も中国じゃないって言われると中国はチベットウイグル全部返さないかんから、うん、あれ占領地だから、はい、だから結構ビクビクしてるんですよ。それがこういう形になって現れてる、うん、だから後ろにいるのは全部トランプ大統領が今までのヒラリー・クリントンの国務大臣とか、はい、そういうブッシュとかそういうのの路線と全く違った路線で動いてるということなんですね、うん、ところが世界の人とも日本の人もそうだけど、はい、常にアメリカを期待してるんですよ。アメリカが何かしてくれんじゃないか、アメリカが何かしてくれんじゃないかと期待してるので、それでそれとの今トランプはもうトランプ大統領はしないよしないよって言ってるんだけど、そのトランプ大統領がもうアメリカはしないよって言ってることがまだ全世界的には浸透してないんですね。だからアメリカから見るとね、ちょうど囲碁とか将棋で高段者はねこっちに石打ったらそれがこっちにも影響するのがよく見えるんですよ。ところが初心者はここの石とこの石とは関係ないと見える。それでアメリカは NATO のヨーロッパとガルシア島のある中東からインド、それからガム島のある全部戦略空軍ですけどね、それのアジアっていうのはね一緒に考えてるの、全部が連動する。だからシリアと北朝鮮台湾っていうのはアメリカの目から見たら一つの社会というか世界の動きとしてリンクしているわけですね。ですから僕らもそういう感覚ができると、まあ、こういった問題はより深く面白くニュースを聞けるということでしょうか。常にこう暮らしの中で出てくるそういった話題にもやはりついていって、そうです、そうですね、追っていくっていう気持ちが大事ですね。だけど NHK は何も言わないからすぐバカになっちゃうんだけど一言ぐらい言ってくれって僕ね思うんですよ。結構な話題ですね。そうそう、はい、はい、まあ、今後もこれ先生の話も期待したいので、はい、ぜひ続編ということで話も聞いていきたいなと思います。それでは、国際編というのはここで終わりということで、はい、続いてこちらの方に行きたいと思います、はい、ホットな話、G問題の国内編ということです、はい、で今回はですね、はい、視聴者様からの熱いご質問に対する解説付きということで、はいはい、最初はこちらです。新潟県知事が辞任ということで、はいはいはい、つい最近の話ですけども、はい、概要を申し上げます、はい。新潟県の米山知事は出会い系サイトで知り合った女子大生と交際していたと報じられました。会った時に3万円から4万円程度の金銭を渡していたということについては相手の関心を買うためであり自身は交際であると思っていたと説明いたしました、まあ、知事は独身でもいらっしゃいまして何かこう若気の目なんとなくこう若い方がやるこういった行為とはまたちょっと違うような気の毒な感じの方が私はこう思うんですけども、視聴者様からのご質問としましては一般論としてもそもそも50代男性は20代女性と真剣交際は難しいのでしょうかと、またネットでの出会いっていうのがよくありますけども真剣交際とか結婚に適する方法なのかということ、
そしてまあ先生はラビット会というねお見合いの会、まあ、主催でもありますけども、うん、先生にこの辺をお聞きしたいということなんですけども、あこれはね男性は絶対知っとかなきゃいけないんですよ、はいね、法律違反になっちゃうか、うん、政府かどっちかだからね、はい、だけどね文部さんね、はい、国際ニュースはものすごくちゃんとしてるのに、はい、国内になるとこうですからねなんこの国内は不倫とね男女しかないのかと一体ね日本のね景気も今大変だしね、防衛も大変だし憲法問題も大変なのになぜそこを取り上げるのかっていうことですよねこればっかやってるからね、あのあれは国会もね、あこれはねじゃあ正しく解説しますとね、はい、まず売春っていうのが、売春っていうのは全面的に禁止できないんですね。なんで売春が全面的に禁止できないとかというと、もちろん夫婦が売春だからですね、売春っていうかセックスだからですね。ですからセックスは禁止できないんです。で売春の売っていう言葉だけあの禁止しようってことになった。で売春の売っていう言葉は何を意味してるかっていうと、管理してセックスをする。だから愛する2人ならいい、愛してなくてもいいんですけど、合意のもとで2人であのもうセックスしようというのはいいと、これ全然罪の何もならない。そこに管理する人がいるとダメだ。それでネットの出会い系サイトっていうのはあれ管理者がいるかどうかっていうとね、一応今いるということになってるんですよ。いるでしょうねやっぱり、うん、ね、女の子集めて契約して、はい、で男の方から来たら会わせたりするでしょ。で会った瞬間からあとはもう1対1なんですよ。ですからあの知事が言ってる、元知事が言ってるようにね、ギリギリのとこだって言うけど確かにギリギリのとこなんです。ただギリギリだけど、僕は専門家にずっと聞くとね、もう売春になるって言うんですよ。だから店舗ありね、言ってみれば店舗が架空なんであって、はい、だからまず皆さんにあのそういう気持ちのある人に言うとね、まずセックスは必ず個人対個人でやってください。個人対個人でやれば日本の法律でやったら全く何の問題もありません、はい、うん、それはあのみんなんか相手にあの旦那がいたりなんかして文句言われるのはこれは個人的なことだからね。だからあのその1対1でやれば法律的には問題はありませんね。あのだからそこの状態をよく考えて、これがなんか管理者がいるセックスはダメなんだ。だからあのこれ間違った記事があって、あの複数だとか女性が、はい、それからずっと金を渡したとか、それ関係ないんですよ、うんうん、あの街を歩いててね、女性に声かけてそれでうまくしてナンパしてお金渡したって、全然売春とか何の関係もないんですね、うん、それは個人の恋愛だから。だから最初はそういうの出てましたよ、これ個人の恋愛とどこ違うのっつって、うん、ね、だからあの個人の恋愛は全く何の制約もありません、大いにやってください。だからそれはそれでいいんですけども、管理型がだけを禁止してるんですね。ただ刑事罰は今でもないかもしれませんね、あのそれほど厳しくやってないんです。でだからあの彼の場合はね、だから50歳のもう一つの問題はね、だからそれはもうはっきり法律ははっきりなってるし、全部取締りはそれでやってるから、はい、だから管理者がいないセックスは OK、 管理者がいるセックスは全部罰です、うんうん、だからそれはもう極めて単純ですね、はい、それから50歳の男性の性欲をどう処理するかっていう問題がもう一個あるんですよ、うん、それでこの問題はね、女性がこの、あのテレビでもやりましたけど、女性が誘導することによって男性の性欲が目覚めるわけですね、はい、ですから一番の根元は女性の魅力的な服装とかそういうもんなんですよ、髪型とか、うんうん、だから服装と髪型がいけないんですよ、うん、それでいけないからアラビアは黒いここ目だけしか見えないやつ、はい、あれはなんでやってるかって言ったら、女性保護で昔あのもう警察もあんまりないし、男性の性欲が湧かなきゃいけないんです。あの服はね、男性の性欲が湧かないの、だから外を出るときあの服着て出ると、まあ、いうふうに、まあ、なってる女性保護のためのやつで、じゃあしかし今の女性はそんな保護されるよりか自由に、来て肌も晒したいって思ってるわけだから、うん、当然これは男性の性欲を刺激するわけですよ、うん、男性の性欲を刺激すれば男性はセックスしたくなるわけですよ。これもこれをやめたらね、子供も生まれなくなっちゃうからダメなんですよ、うん、そこで解決策はどうかったら、それは社会的な抜け道を作るってことなんですね。それが現在の売春禁止法であり、で場所によっても違うんですね。東京、名古屋、大阪っていうと、今のところ東京は管理型買収っていうか、管理型は全部ダメなんだけど、店舗でのセックスは絶対ダメなんですね、どんな形でも、はい、つまり店に入るまでは全くセックスしませんよっつって、店に入った後
女の子に言わせてやるっていうな、あのグレーゾーンがあるんですけど、それもダメなんです。ところが名古屋はね OK なんですよ。これはねものすごく日本の警察は偉いんです。本当あのね、婦女暴行殺人の件数がバッと出ちゃうんですよ、取り締まり厳しくすると。でもあの要するに警察がやってることは何かって言ったらね、ものすごい警察の味方するようになっちゃうんだけどね、本当にどうやってるかって言ったらね、普通の女性がきらびやかなかっこいい格好をして街を歩ける、その環境の中であの婦女暴行殺人を起こさないという2つの条件を満足するように警察がコントロールしてるんです。でだからすごく警察はね頭いいんですよ。それで年ごとに違うんです。やっぱりそこに住んでる人とかなんかがですね、あの要するにセックス産業を開けとくと婦女暴行殺人がほとんどなくなっちゃうんです、ええ、だけどもそのセックス産業を厳しくすると起こるんですね。ですから女性が夜の11時でも安心して割合といい格好をして歩けるようにするためにはやっぱりセックス産業を残しておかないといけない。それは2つがペアだから、どっちが悪いとか言ったってしょうがないんですよこれ、うん、なんで女性に子宮があるかとかそんなこと言ってるのと同じだからね。だからそういうことはもうくだらない話なんで、でセックス産業がないあのインドはもうねいつも話題になりますけど、もう女性どんどん殺される、なんとあれはと、少女が殺されてって言うけど、それはセックス産業が完全に封鎖されてるともうああいうふうになっちゃうわけですね。だからまあアラビアみたいな服を着るか女の人が、それともセックス産業を少し緩くするかっていうのはこういうものの解決策ですね。それから4年あの今はね知事のことをねあんまりその守るとものすごくバッシングされるけど、やっぱりね人間っていうのはイライラしたり、あのセックスに対する欲望が湧いたり、それから食欲がなかったりあったりノイローゼになったりいろんなことがあるわけですよ。それをね悪いことってするとダメなんですよ。やっぱりねちょっと言い方悪いんだけどね、50歳の独身男性の身にもなってくれっていうことなんですよね。それもやっぱり人間というものを相手にするときが大切なんです。30歳の年の差っていうのはね、はい、男性は女性と接することによってセックスじゃないですよ、付き合うことによって元気になり寿命が伸びるんだけど、30歳離れてると効果ありません、はい、ですからねやっぱり自分の年に近いってことがやっぱり人間としての一つのあれなんでしょうね、なんかまあ20歳までということをよく言われるんですけど、はい、年の差20までって言われるのは別にその若い人の女性の体がどうとかっていうんじゃなくて、はい、男性との差がねあまり広がるとね、僕、まあ、ゴキブリ化するって僕は言ってるんですけど、僕らはゴキブリ見ても性欲わかんないでしょ、あれ結構イケメンいると思うんですよ、美人も離れすぎるとわかんなくなっちゃうそうなんですだからゴキブリ化しちゃってるわけですね。やはり年の差も、まあ、その辺よく考えた上での個人的なお付き合いっていうものをやっていく、やっぱりねまあ品のいい付き合いっていうか、やっぱり女性ともちろん付き合った方がいいと思います僕は、はいはい、フリーな恋愛もいいですよ、あのドイツなんかね、自由なんですから、はい、だからそれはそれでいいと思いますよね、もう25回とか26回って 何人もいるんですからそういう人が。だけどもやっぱり女性に対する愛情と尊敬心と、まあ、そういうものが根にあって、だからやっぱり知事たもあろう人だったらね、やっぱり女性と個別に付き合って、うん、はい、まあお互いにセックスぐらいいいやっていう関係になってセックスするっていう、そういう管理型売春的なものじゃなくて、だからそういうことがやっぱり大切なんじゃないと思いますけどね、本当ですね、はい、ちょっと少し、ね、悲しいような話題ですけども、まあ、今回また次も口に出すのがちょっとねどうかと思うぐらいの話題があるんですよ。まあ国内のニュースがこういうことだっていうのは本当にね、とってもね今の日本のひどさを表してますね。そうなんです、残念のような悲しいような話、財務省事務次官のセクハラ発言ということで、はいはいはい、まあ、概要を申し上げます、はい、財務省の福田事務次官が複数の女性記者にセクハラ発言をしていたという疑惑が週刊誌によって報じられました、はい、セクハラ被害に遭ったとして発言を録音し週刊誌に持ち込んだのはテレビ朝日の女性記者であったことが後日報じられました。この事務次官の発言内容を読んで、まあ、こんなことを言う人が今時珍しいなとは思ったんですけども、まあ、視聴者様からの関連質問というのが以下の通りです。セクハラをしないようにするための心得というものはあるのでしょうか、うん、
世代によって考え方が違うと思いますし、うん、イケメンはある程度許されるんじゃないかとも思います、うんうん、クラブ活動を含めて多くの女性に接していらっしゃる先生、どうかアドバイスを、はい、というような質問なんですがいや最後のやつはなんだか家内が聞いたらどう言われるか分かんないんでもうあの明日からご飯作ってくれないっていうまあね、まずあのクラブっていうかね、お金、はい、お金を取るところ、はい、女性と男性で、はい、女性がとこにいてね、はい、それはちゃんとクラブのママが言ってましたけど、はい、昔ね、はい、お金の中にセクハラ代が入ってます、はい、なるほど、我々はあのもう男性が、うん、酒でも飲んでちょっとお尻触ったりあの際どいこと言ったりするのを楽しみを提供してる職業だから、うん、ものすごい暴力振ったりなんかしたら別だけど、はい、普通の場合はクラブとかスナックではセクハラっていう問題は起きません。ということはどういうことかっていうと、男から見たらね、やっぱり際どいことをやりたかったなったら、やっぱりちょっと金がかかるけど、スナックとかクラブに行くことなんですよ。ね。それちゃんとさっき言ったセックス産業と同じようにちゃんと処理するようにできてるんですからね。まあそれはそれでいいと。それからね、僕はこの件の時に働いてる女性に何人か取材したんです。特にマスコミ系。はい。はい、マスコミ系が一番乱れてますから。はい、この事件でもね、テレビ朝日がね隠したでしょ。あれテレビ朝日隠したのはね、テレビ朝日の中ってもっとひどいと思います。あ、僕がもう見てるテレビ朝日はよく知らないけど、もっと親しくて長い付き合いのところはこんなもんじゃないですから、もう女性奴隷みたいなもんですからね、マスコミは。だからあのそれはそうなんですよ。だからあのテレビ朝日はそういう体質ではあるんだけど、聞いてみたらね、僕は本当にね、男性は深く反省しなきゃいけないと思うんだけどね、どの女性も僕訴えたらいいじゃないのっていう聞き方したんですよね、40代ぐらい主に、はいはい、そしたらね、私なんか若い頃毎日のように言われるって言うんだね。毎日のように言われたやつを訴えてたりね、文句言ったりしたらね、会社におれませんよって言うんですよね。だからそんなもんじゃないんだって言うからね、ああそうですかっつって、これはもう深く反省しないかんなって。で僕らのセクハラっていうのは、僕なんか心配してるのはね、今日洋服綺麗ですねとか、桃子さんの今日ブラウスがえらく綺麗ですねとか言うでしょ、これセクハラだって言われることあるわ、ね、だけどそんなこと言われたらね、うん、女だってね、男に向かってね、なんかエロジジイとかね、ハゲとか言うわけだから、絶対にこれセクハラですよ。だけどまあまあ、あのそういうレベルは僕らは言うにしてもそのくらいのレベル、うん、そんな今度の時間みたいなあんな下品なこと言わない、ね、それはまあもちろん適当な。それからね、最初の質問ですけどね、はい、セクハラがあの口に出ないのはね、はい、絶対に女性を尊敬しなきゃいけないってことですよ、うんうんうん、ね、そうですね、それがもう根本にあれば出ません、うんうん、それから、うん、まあ相手との関係でお酒なんか飲んで、うんうん、普通の人でもちょっとこっちがエロ的なこと言っても、うん、気分が悪くならないような関係になってなきゃいけない、そうですね、それがもう基本なんですよ、うんうん、あの女性を動物みたいに思ってたりね、下に見せたりすると、それはやっぱりセクハラのきっかけになるわけですよ。で、大体男って生きてる意味ないんですからね、もともとは。またその話ですか。そう、男は生きてる意味ない。大体僕なんかさ、もう飯は作れ、まあ自分でまずい飯は作れるけどね、赤ちゃんは保育できないわ、赤ちゃん産めないわ、何やってんのって式のスタジオで変なこと言ってるだけってだからね、やっぱそれが男にはすごく大切で、うん、考えてみれば僕らの生活は全部女性やってるじゃないかと、ね、だから今日なんかも四季の駅降りたらね、あそこの前にパン屋さん人気あんのやかと、はい、並んでずらっと30人ぐらい、はい、全部女性ですよ。だからね、それをよく考えて僕らは行動しなきゃいけない。そしたらセクハラ発言なんか出ませんよ。尊重してますからね、まず第一まあ先生はいろいろなところで、まあ、あの奥様のね、はい、全てこう自分のものを渡したとか、意見を全て聞くっていったところで、はい、何度も番組の中でもおっしゃっているように、そう、もうかなり女性をこう敬っているという感じ。いや、所ジョージさんもそうですよ。所ジョージさんも全て結婚したら 100%、ね、奥さんの言うことをはいはいって聞くと、これが基本ですから。そうですね、まあ、セクハラと縁遠いところに先生のところに、はい、いるということでね、よく分かったところかと思います。まあ、この話はもう本当にこういったニュースはね、うん、できるだけもう少なくして、ちゃんとしてね、本当公共のニュース、国内のニュースやりたいですね。そうですね、ではここでお知らせを挟みまして、また続きますのでいきましょう。でここではお知らせということで、はい、こちらの画面に移ります。前回までに引き続きまして、バイタルアクト様から番組を応援いただいております。まあ、いきなりの余談なんですけども、実はスタッフの中にサボり好きな人というのがおりまして、うん、このバイタルアクトの箱を見て
この成分すごいねと言っておりました。まあ、若さや健康が気になり始めサプリをご検討の方はぜひお電話で問い合わせてみてください。サプリメントのバイタルアクトでは、綺麗な肌と健康を保ちたい方にぴったりの製品をご用意しております。完璧な栄養バランスで美肌を内側から作り、あなたの健康レベルまで底上げします。まさに一石二鳥、本当のサプリは飲めばわかります。お得なキャンペーン実施中、定期購入がお得です。回数に縛りはありませんので、2回目以降いつでも解約できます。番組ホームページと YouTube の詳細の部分にリンクがございますので、ぜひお問い合わせください。バイタルアクト様からのお知らせでした。番組の応援、誠にありがとうございます。クローバーメディアでは番組を応援してくださるお店や企業を随時募集しております。クローバーメディアまでぜひお問い合わせください。ということで、以上お知らせで、はい、お送りいたしました。それでは続いてのテーマ、本当の話の生活編に移ってまいります。視聴者様からのこれも切実な質問ということなんです。5月病という言葉、この時期になりますとよく耳にする言葉でもありますけれども、はい、複数の方からこちらいただいている質問なんですね。5月病を予防するためには、そしてなってしまった場合にはということで、お便りの内容を少しご紹介したと思います。もうすぐ連休に入りますが、連休明けがちょっと心配です。会社に行きたくなくなるとか、やる気がなくなってしまうとか、そうなったらどうしましょう。以前の先生のお話で、病気は治す必要があるが、症状は我慢できるならそのままというのがありました。5月病は免疫と関係なさそうなので、この原則が当てはまるかどうか分かりませんが、そもそも5月病というのは症状ですよね、うん、この症状は放置しておいていいのでしょうかという質問なんですね。はい、ですね、僕も心理学者も随分話を聞き、5月病ですね、はい、何しろ生きてるのが長いもんですから、はい、これでもういろんな人からいろんなことを今まで聞いてきたわけですよ、はい、で一番ね、的を得てるっていうか、多分これだと思うやつはね、僕の友人で医学部出たのがね、僕と同じ年ですけど、それが北海道かなんかで開業してて、それである時遊びに行ってね、今から20年ぐらい前かな、これでね、彼が話したのは素晴らしかったんだけどね、結局脳っていうのは、五月病っていうのは脳の病気なんですよ、はい、要するにぼやっとしたり気分が悪かったり、何もやる気がなくなったり、もう会社にも行きたくねえなって、こういうやつなんですね、うん、でこれはね、彼はね、全然精神的なものじゃないって言うんですね、うん、単にね、脳の中に神経走ってるでしょ、で神経は電気が伝わるから、これは疲れないんだけど、神経と神経の間はね、シナプスって、ここね、化学物質が伝達するんです、はい、で化学物質はもう使い捨てなんですよ。ですからビューと電気流れてピッと、でこのね、化学物質がね、不足してくるって言うんですよ。だからそれは非常に栄養をたっぷりとって十分に休養してれば、まあ、だけどそれでもね、5つ心にかかることがあるとやられちゃうって言うんです、はい、なんでかっていうとね、はい、心にかかることがあるとね、ぐる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 頭の中回るんですよ。寝ても覚めてもね、それから意識しなくてもどっかでぐる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 、それで3月ぐらいからさあ、引っ越しはどうしようか、引っ越しの値段も高いし、どこのとこ頼もうかね、今年みたいにも引っ越し屋さんが来てくれないとか、はい、からどっかに入って今度通勤はどうしようかね、もう会社としてとは馴染めないしと、仕事もこれでなんか子供がなんか幼稚園で行ってぐずってなかなかうまくないとかね、山ほど起こるんですよ、そうですね、4月に、はい、で4月にまとめて、3月の末から4月にまとめて5つ以上困ったこととか、心にかかることとか心配のことを作ると5月にやられちゃう。つまりその栄養が足りなくなって、はい、それでね、その医者はね、まあ、僕の友達だったんだけど、まあ、今でもそうだけど、要するにもう簡単だと、治療は簡単さって半年休ませるって言うんですよ。それでゆっくりしたとこで栄養をつけて、その物質が、神経伝達物質が回復するまで単に休ませてるだけだと、あれは精神の病気じゃなくて単に物質不足の病気だから、それで簡単ですよって言うんですよ。それはもう理路整然としてるし、もちろんそういう患者さんいっぱいいたわけだからね、はい、で僕もね、多少そういう経験があったので、その5月病じゃないんですけども、頭はいっから、それでその米ぬかから作った日本人にしか効かないガンマオキサソリン中成分の薬をね、はい、ちょこちょこ飲んだら、うん、いやもうね、えらく頭すっきりしちゃうんですよね。そしたら、ああそうか、やっぱこれ何か不足してんだなと、うん、それでお米を食べた米食の方がパンよりか精神的に安定するっていうのはいっぱい報告があるんですね、う
日本人だけなんですよ。あ、そうなんですか。あのガンマオキサスリンが薬局法として薬として認められてるのは世界で日本だけなんだけど、その日本人の精神を安定させるためのなんか日本人の頭の使い方と消耗される物質っていうのがリンクしてて、それでおそらくそのだから一番いい方法はまず、もう4つまでで悩みを止めると、あとはどうだといい、死んでもいいとかと思うと、これが大切なんだ。僕なんかはもうそういう経験してるから、もうできるだけ心配事少なく、私はもう毎日酒でも飲んでバーッと忘れしようかと。あのね、ぐる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 回るんですよ頭。あれ一回回ってるごとに物質は使うから、ここでやられちゃう。これがそうだと思いますね。だからぜひ一つそういうアドバイスをね。お米もたくさん食べるってことですね。お米はあのぬか漬けですね。ぬか漬け、はい、ぬか漬けがやっぱり非常に効くんですね。ぬか漬けなんか今美味しいですし、あの健康ブームでね、いろいろこうやって発酵食品というのは取り上げられる機会も多いかと思いますけど、そうだからね、これが難しいんでちょっと話が発展するといけないんだけど、はい、ヨーグルト、つまりヨーグルトと大豆の発酵品っていうのは世界的にやっぱりヨーグルト食べるとこは大豆発酵して食べないし、日本みたいに大豆発酵させて味噌とか醤油とかそういうとこはあの全部大豆系っていうか穀類系ですね、はい、それは発酵させる。だから多分ね、僕は日本にもちろんお乳入ってきたわけで、ヤギの乳とか、はい、だけどヨーグルト作んなかったんですね、うん、ですから日本人はやっぱり味噌とか米とかそういう系統の発酵品がいいんじゃないかなとは密かに思う。まあ、遺伝子レベル的に日本人の中に効くものがあるっていうことですね。そういうことですね。はい。じゃあしっかりと栄養をとってこの連休もね、皆さん過ごされるといいかなと思いますよね。忘れるってことですね。はい。では次の質問に移ってまいりましょう。はい、そして続きという感じです。連休の良い過ごし方。なるほど。なるほど。今更っていう感じもね、するかと思うんですけども、ずいぶん前に、うん、まあ、日本人は休むのが下手なんじゃないかというような話もよくあの言われましたけども、はいはいはい、お便りがありまして、今年もゴールデンウィーク突入です、はい、子供の頃や学生の頃は嬉しかったような気がするんですが、今はどこに行っても人が多いし、とりあえず前半は日頃の疲れを取って途中もなんとなく過ごして、気づいたら連休後半、今から動いてもかえって疲れるなんて結局何もせず、連休は何だったのかというふうに終わるのがここ数年の傾向です、はい、一体どう過ごせばいいんでしょうかという、はい、こんな質問なんですけども、ね、はい、お答えがちょっと遅れてね、あの前に1回あったんだけど、はい、これは僕ある地上波で発言して非常に好評だったんで、そのまま言いますとね、はい、今頃考えちゃダメだってこと手遅れ、正月頃なんです。正月がいいんです。正月に、正月の休みに連休の時どうするか考えると、はい、もうちゃんとした連休を過ごせるんですよ。人のいないとことか、はい、予算に合うとことか、はい、しかしその予算に合うところで比較的行きやすいところで安くて面白いなんていうところは第一一番最初にいっぱいになりますからね。そうですね。ですからね、それが僕の経験ではね、正月頃考えるとね必ず取れます。なるほど。タイミングは、うん、だからちょうどいいぐらいですよ。ちょっと 5年先って長いすぎでしょ。半年先ぐらいを考えるのが一番いいんで、もう今年は手遅れなんで、もうあの来年は必ず正月に考えるぞと思ったって。なるほど。やっぱり前もっての計画的なものが何よりもこの連休の過ごし方にこう通ずるものがあるということですね。と、はい、いうことは日本人はこう直前に考えてしまうということが多いってことなんですかね。そうだけどもう一つは日本人はね、遊んでも楽しいってことないんですよ。もともと日本人はね暗い性格なんですよ。落ち込む性格なんですよ。だからあのなんでアヘンがね、アヘンっていう麻薬があるじゃないですか、はい、大麻も同じなんですけど、大麻も日本に大麻が山ほど生えてたんだけど全然誰も吸わないんですよ。それでアヘンは中国に山ほど来たんだけど、イギリスを持ってきたんだ、はい、日本は入らないんですよ。なんでかっつったらね、大麻とかアヘンっていうのはね基本的にね落ち込む麻薬なんですよ。日本人は落ち込む麻薬はねもう普段から落ち込んでるのにまだ落ち込むのか。それで日本の麻薬はお酒とタバコとコーヒーなんですよ。この3つは、ま、全部これ麻薬ですけどね。だけどあの日本人に受け入れられる、つまりこう気分がこう上がるものしか日本人使わないんですよ。だから連休なんか行ったってあの日本人欲しくないんですよ、うん、だからそこもやっぱり考えた方がいいと思うんですよ、うん、外国がバカンスっていうか日本をバカンスするってそういうバカンなことをやっちゃいけないなるほど、そこにつながりますね。そうです、はい、じゃあお後がよろしいようでということで次の話、はいはいはい、今回は続きでホットな話の憲法改正問題ということですね、はい、これまでは
憲法成立時期の話ですとか、はい、前文と九条の話、そして日本人が決意することといったお話を続けてまいりました。そうですね。で今回はまあワンポイントということで、最高裁は機能したのかというのがお話なんですけれども、はいはい、ね、まあ、最高裁といいますと、まあ、憲法の番人ということ で、ね、よく学校でも習う内容ではあるかと思うんですけれども、この機能したのかしないのか、ね、この辺の話というのがよくわからないかなと思うんですけども、日本人ってね、はい、あのなんか人形浄瑠璃ってあるじゃないですか、はい、あれあの人形があのこういる後ろでね、黒い服着た、はい、でかい男が人形やってるじゃないですか、はい、舞台見るとあの黒いやつ見えるんだけどね、うん、それは人形の格好にこう影響されてね、泣いたりしてるんだ、うん、ね、観客は。そうですね、あれ黒い人やってんのよそれで日本人っていうのはね、なんていうんですかね、建前の社会なんですよ、うん、で建前を一回作っちゃうとね、事実がどう違ってても平気で嘘を言うんですよ。これがそうなんです。あのね、砂川事件があって、砂川事件の時に憲法判断しなきゃいけなかった、はい、その時の最高裁に田中っていう最高裁判事っていうか長官がいた、はい、その人が判決前にアメリカの基地なんだけど、アメリカの特使と話をして、それで憲法判断しなかった。ってことはどういうことかって言ったら、この前ここで話しましたように、日本は今アメリカの属国で、憲法があるように見えてないんですよ。はい、その独立してないからね。独立してないから、横田めぐみさんが日本からあの北朝鮮に拉致しても、拉致されても、それを防がないっていうね。国っていうのは何のためにあるかって言ったら、国民を守るための国だから、横田めぐみさん拉致されたらすぐ取り返してこなきゃいけないのに、行かないんですよね。だから、これはあの日本の憲法が公選権がないので独立国じゃない。だから我々はもう日本人というのはもうどこに拉致されてももう全然守る余地がないわけですね。それからアメリカの基地があるから属国ですね。ですから最高裁が憲法の番人というのは、で今でもね、学校でね、教科書にね、最高裁は憲法の番人なんて書いてある。よく嘘を書くよとだけどそれが日本地方なんですね。でこのねやつはね、あんまり非難できないのはものすごく根が深いんですよ。日本人がどう考えてるかと僕が考えてるかっつったらね、本当はちゃんと独立して日本強国だからアメリカ出てってもらってちゃんと軍隊持ってやった方がいいと。そうすると日本軍の軍隊がしっかりしてる必要があるし、核爆弾を持たざるを得ないし、で費用もかかるなら属国でいいやと。それでアメリカ軍がいて、それで自衛隊みたいなちょっと姑息なやつ作って、それで自衛隊は武力じゃないなんて嘘言って、最高裁は万人だとまた嘘言って、全部嘘で固める。で嘘で固まってるっていうことは全部日本人は分かってるんですよ。分かってる。で分かってるけど、まあ他に方法がないしこの方がいいやと言って今やってるわけですよ。それで今度の憲法改正問題っていうのは、はい、あのその安倍さんが9条に第3項を付け足すかどうかなんちゅう問題じゃなくて、もっと大きな問題は、我々がね、日本というものをどう作るかっていうことを国民が考えなきゃいけない、まあ、テレビなんか出て僕アギリチャンネルでコメンテーターがね、安倍さんが、いや安倍さんじゃないよ問題はって、僕らがそういう状態ですね、それをどうするのか。これで北朝鮮の核なんて文句言ってるから、僕はこの前どっかの放送で、あなた北朝鮮の核文句言ってるけど、あなたは昔ね、日本の核武装を支持したじゃないですかと、ね、言ったんですよ。そんな矛盾したことあるんですかと、ね、だからそこのところで日本人がきちっと考える、いやどっちでもいいんですよ、要するにね、曖昧にしといてうまくうまい汁を吸うってやり方もあるんだから、大人だから。だから最高裁は憲法の番人なんて、そんな嘘言うなと、黙っとけと、まあ、そういう感じもあるんですね。だいたいね、トランプ大統領が羽田から入らないで入国手続きもせずにね、横田基地に着くのをね、みんなね普通の感じで見てると、このね日本人の応用さっていうか複雑さっていうかね、大したもんですよ。まあ、びっくりする現象もありますけどね。そう、僕はもう全然そういうタイプじゃないから、うん、日本みたいな2000年の歴史のある強国だったらね、ちゃんと独立し、どうすると僕は核武装いらないと思うけど、ちゃんと全部の、あの筋を作って、はい、子供に誇りある日本を渡したいと思ってます僕は。だけどそれは僕の意見で、はい、まあ日本人全体はそう考えてないと思いますので、まあ、学校はね、はい、早くね、生徒に
最高裁は憲法の番人になってますが全く機能してませんと教えなきゃいけません。なかなか勇気のねいることかとは思いますが、はいはい、まあ、先生たち教える側もこの武田邦子先生の話もちょっとね聞いていただいて、はい、少しは片隅に置いていただきながら何か自由ができるようなことがあるといいんですけど、ね、僕の話は多分中心にならなきゃいけないと僕は思ってるんだけど全然ダメです、はい、じゃあそれを願いながら、はい、また今後も進めていきたいと思います、はいはい、さあ今日はこのテーマでおしまいということで、はい、他にもいろいろねテーマあったんですけども次回の方に移りたいなというふうに思います。それではエンディングでそろそろお時間というかあっという間のまた今日もそうですね早かったですね早かったです、内容がまあ本当にこう世界的なレベルから、どうでもいいかなと思うような話題もあるかと思いますけども、その辺先生と真剣にお話できてとても楽しかったです、はいはい、それでは番組からのお知らせです。視聴者様からの皆さんから武田先生の質問を募集しております。またこんな風な内容を先生に取り上げてほしい先生とお話ししてほしいなんていうこともありましたらぜひクローバーネット TV のメールフォームからお送りください。それでは次回のお知らせです。次回は5月11日金曜日の夜7時から今回と同じ埼玉県志木市のスタジオからお届けいたします。武田邦子の本当の話また次回もどうぞお楽しみに。今日はありがとうございました。ありがとうございました。